平野紫仕様のクロサギ主演作品アマゾンプライムビデオでのサムネイル排除疑惑にファン騒然。キングプリンスへのメンバーであり、多くのファンから愛される平野仕様が主演した TBS ドラマクロサギが動画配信サービスアマゾンプライムビデオにおいて不自然な扱いを受けているという疑惑が浮上しています。 この疑惑は、平野市用のファンの間で騒然となっており、一体何が起きているのでしょうか。黒ロサは2022年10月から12月にかけて TBS で放送されたドラマで、平野市用が詐欺師黒ロを演じた主演作品です。 このドラマは彼にとって重要な作品であり、放送期間中にはキングプリンスへの分裂と平野の退場といった出来事もあり、ファンにとっては複雑な思い出が詰まっています。そして、このドラマを配信するアマゾンプライムビデオの作品詳細ページが不穏な光を浴びているのです。紹介文には平野紫耀が TBS ドラマ初主演。 と記載されているにもかかわらずサムネイル画像には主演であるはずの平野の姿が映っていないのです。疑惑の詳細アマゾンプライムビデオの黒詐欺の作品詳細ページにアクセスするとファンたちによって指摘されている不自然な点がいくつか浮かび上がります。 例えば、全従話文のサムネイル画像には、共演者の黒島ケツナや三浦智和の姿が映っているにもかかわらず、主演の平野の姿は一切見当たりません。これがファンたちにとって不自然で疑惑を抱かせている理由の一つです。さらに、トップページに表示されるメインショットも、なぜか黒島ケツサイ一人の顔のアップ写真が使用されています。 このような扱いは、他の動画配信サービスであるフールやウネクストバーブを見られないため、ファンたちの間でアマゾンプライムビデオが、忖度を行っているのではないかとの疑念が高まっています。また、作品の出演者情報には、平夜仕様、キングプリンス、と、彼が所属する前のグループ名が記載されたままになっており、ファンから突っ込みを受けています。 このような情報の不利もファンの不信感を増長させています。ファンの反応この疑惑が浮上してから平野仕様のファンからは様々な反応が寄せられています。不信感を抱いた一部のファンはアマゾンプライムビデオを大会すると報告し影響が出始めていると言えるでしょう。ファンたちは平野仕様を応援し、 彼の作品を楽しむために動画配信サービスを利用しているため、この疑惑が彼らにとって大きな問題となっています。真相は謎この疑惑に対してアマゾンプライムビデオや関係者からの公式なコメントはまだ出ていません。そのため、一体何が起きているのか、どのような理由でこのような扱いがされているのか、真相は謎のままです。 ファンたちはこの状況について疑問を抱きながらも真相が明らかになることを期待していることでしょう。平野紫耀の主演作品であるクロサギが Amazon プライムビデオでのサムネイル排除疑惑にファンが騒然となっています。この疑惑の真相はまだ明らかにされていませんが、ファンたちは彼を応援し、この問題が解決されることを期待しています。一体、 今後の展開はどうなるのでしょうか。ファンとともにこの疑惑の行方を注視していきたいと思います。